うち廊下の味にもかけてもらおう。上手。すぐできた。ガタ、こっちをやってみて。これは読めんね。図鑑やけんね。図鑑読んで。こんにちは、しんすけです。今日はですね、お知らせをさせていただきます。僕がこのチャンネルでお伝えをしていく、こうやって喋ってお伝えしていくっていうのは、今日と明日、この2日間で終わりになります。来週以降は子供と一緒に料理を作るというチャンネルに変更になりますので、ぜひ来週からまた変わったチャンネルを楽しんでいただけたらなというふうに思ってます。僕自身は今回今やってることですけど、非常にね、楽しんでやっております。実際に子供と料理を作るっていう日が来るとは思わなかったのと、まさか2歳と作るなんて思いもしなかったので、すでにですね、4本ぐらい動画を撮ってます。撮ってるんですけども、かなりね、面白い動画になってるんじゃないかなと思ってます。やっぱりね、大人の僕というか、まあ36歳の僕と2歳の子供の発想っていうのはやっぱり違いまして、あ、子供ってこういうことを考えるんだなっていうことをね、いろいろ感じながらですね、一緒に料理を作っております。実際に子供と料理を作って、こう学んだことっていうのは何かなっていうと、思うようにいかないっていうところが一番ですね。まあこれ当たり前じゃんと思うかもしれないんですけども、やっぱり人間って思うようにいくだろうと想像するわけですよね。こうだったらうまくいくだろうとか、こうだったら失敗しないでいいだろうとかね、を想像すると思うんですけども、まあね、それがね、無理なんですよね。無理なんですよ。こうやろうみたいな感じでやってもですね、思いもしないことを平気でやってくるのが子供ですから、思いもしないことをするわけですね。で、ちょっと僕が対応に困るというか、日頃ね、カメラに向かっての撮影は慣れてるわけです。カメラに映されてるなっていう感覚で、それに関しては慣れてるんだけども、子供とやるとですね、子供の対応とか子供の突拍子もない行動に、え？みたいな。え、何してんの？みたいな。もうなんか素の表情が出ちゃうっていう。普通だったらね、そういうとこカットするんですけども、子供がするのって、まあ、急じゃないですか。しかも面白い。はい。大人が見ると面白いんですけども、まあ、僕が見るとですね、もう、ええー、みたいな、後で大変なんだけど、みたいなことが起こりますので、ぜひね、そういう僕の表情もですね、なんか、あ、こいつ困ってんな、とか、うわ、もう嫌がってんな、もうなんでこんなことしてるんだ、とか思ってんだろうな、っていうような表情ですね、もう、あからさまです。もう僕、表情作るの下手くそなので、もう子供がやったことに対して、なんで？と思っちゃうんですよね。だからそういうところも楽しみに見ていただければ嬉しいなと思ってます。ちなみにですね、メインチャンネルで上げてる料理動画と、今リンクさせてやってるんですけども、メインチャンネルで投稿しているお料理動画と、まあ、こちらで投稿しているお料理動画ですね、同じメニューなんだけども、実はここで子供が手伝ってくれてたんですよっていうようなのを、こちらのチャンネルで知っていただければなと。裏ですね。裏側です。実は子供と一緒に作ってたんですよっていうことが答えとしてわかるというようなチャンネルにもなってますので、ある種面白いのかなと。同じね、メニューなのかもしれないんだけども、あ、ここを子供がやってたんだとか、ここは一緒に料理を作ってたんだとか、まあ、そういう場面が出てきますので、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。ということで、今日はね、かなり告知が主になっちゃってるんですけども、まあ、子供と料理をするっていうことをきっかけにですね、新しいことを次々とですね、思いついております。もう予定をどんどんお話しさせてもらうとですね、まずクリスマスケーキ子供と作ります。まだこれ作ってないんですけども、作ります。ちょうどね、クリスマスイブの時かな、共有できると思いますので、そこをね、ちょっと楽しみにしてみていただければなと思っております。まあね、面白くなると思いますよ。こうやってね、子供と一緒に料理が作れるっていうのは本当に幸せなんですけども、まずクリスマスケーキですね。まあ、どんなケーキを作るかっていうのも楽しみにしていただければなと思っております。それから、おせちですね。おせちを作ります。まあ、おせちって言っても、なんて言ったらいいんですか？なんか、一重とか二重とか三重とかあんなね、たくさん作ることはできないんですけども、ワンプレートおせちっていうね、僕が名付けたんですけども、ワンプレートおせちを作ろうかなと思ってます。
大きなお皿に、まあ、それぞれねおせちの具を乗せていくというか材料を乗せていくというか、まあ、そうやって僕自身が食べたいなと思うものとか見栄えがいいなというようなものとか子供が食べれそうなものかなっていうものをチョイスしてそういう具材だけを集めて料理をしてそれをワンプレートの上に乗せるというおせちをね作っていこうかなと思っております。おせちなので全てができるわけじゃないですね。全て子供が作るわけじゃないんですけどもできる範囲はね手伝ってもらって一緒にやるということで作っていますので多分面白いと思います。もうね毎回何かねトラブルはあるんですよね。そのたんびに僕の表情が曇るというそういう動画ばかりです。子供と作れるのは幸せっていうのを先ほども言いましたけどもなかなかねもう大人になってくると大きくなってくるとねお前と作るんかよみたいになりそうなので今の段階でね作っていきたいなと思ってますし子供自身もですねお料理するって自分から言い出したんですよね。自分から言ってる時はねさせるとそういうふうに思ってますのでまあしたい時はねさせたいなと思ってます。お料理というものそういう概念がね子供にできたっていうのはすごく嬉しくてやっぱり経験をさせないとお料理ってどういうものなのかっていうのはやっぱわからないんだろうなっていうのを思ったんですね。見せるだけじゃわからないし実際に子供自身が食べた時これリュウさんが切った人参だよとか自分が切ったとか自分が作ったとかっていう感覚をすでに2歳で持ってるんだなっていうことに気づいたんですね。なのでやっぱり経験をする経験をさせてないだけで子供たちに経験をさせるとこれ自分がしたんだとか自分が関わったんだという経験をすでに2歳から持てるんだということを、まあ、僕自身も学びました。もう本当ね子供ってすごいなと思ってまして子供の可能性とかを制限しているのは大人なんだろうなと思うんですよね。でもちろん自由にさせて自由に好きなことをねしていくっていうことは重要なんだけども、まあ、そういうことをするとですねやっぱり世の中でやっていいことやってはいけないことそういう判断はねまだついていないのでどうしても自分の範囲の中のマックス自分の範囲の中の一番いいっていうのをやり続けてるなというふうに思うんですよ。だけどやっぱりここは制限をしないといけない。例えば包丁、まあ包丁は使わないんですよ。包丁は子供用の包丁を使うので問題ないんです。プラスチックのものを使うんで大丈夫なんですけども例えば包丁を振り回したりするとそれは危ないということは教えないといけないし何といってもまだ2歳なのでそれがねいいか悪いか包丁というものをどう使うのか、まあ、ましてやね今使ってる包丁なんてプラスチックですから振り回してもそこまで危なくないですね。そこまで危なくないんだけども実際の包丁を使ったら危ない、手が切れるとか人に当たったら怪我をするとか、まあ、そういうことを少しずつ教えながらですね包丁ってもう振り回すものじゃないよって教えたりしています。なので、まあ、安全なものから実際に本当のものを使った時にどういう指導をするかとかどういうふうに教えるかっていうこともすごく重要だなと思ってまして、まあ、僕自身もいい経験ができてるなと思ってます。ただですねちょっと想像してもらいたいんですけど2歳と一緒に料理を作るとですね本当にすごいことになります。何が一番ねすごいかなっていうと僕がこう作りたいなっていうふうなものを思ったとしますよね。こう作りたいなと思ったとしてもですね全くねどこですかねここみたいな切り方をするんですよね。そういう切り方を平気でしてきてはいみたいなはいはいじゃないよみたいなおい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 みたいなそういうことが平気で起こりますとか僕自身がせっかく分量全部測ってたのにその分量がめちゃくちゃになったりとかですねまあ、ましてやみたいなねましてやてんてんてんみたいなこれちょっと見ていただければね面白いから楽しみにしていただければと思うんですけどましてやそんなことまでするのみたいなねありましたね。もう4つ動画を撮ってるだけで全部全てにおいてアクシデントがありましたので、まあ、そこもね楽しみにしていただければなと思います。さらに言うとですね子供というか今2歳なんですけども2歳児がする行動ってこういう感じなんだなっていうものをもう一度こう振り返るというかあこういうことするんだなとかっていう気づきにもなるんじゃないかなと思うんですよね。僕はそういうところの方がすごく好きで子供だからこういう発想ができるんだとか大人だったらこんなことしないよねとかっていう方の見方そういう方を見てほしいなと思います。ですので今回ねこのチャンネルに関しては子供の突拍子もない行動ですね2歳児はこう考えるんだっていうような考え方が一つとあともう一つはメインチャンネルとこちらのチャンネル同じね料理の動画を流してるんだけども来週からはその同じ動画の中に子供の料理をしてるシーンっていうのが入ってきます。こちらだけ入ってきますのであちらには入りません。メインチャンネルの方には入らないのであここで実は手伝ってたんだとかあこういうところやってたんだとかっていうなんていうんですか裏で実は子供がやってるんだよみたいな裏で子供が料理手伝ってたんだよっていうような楽しみ方をねしていただければなと思ってます。
どうしたいただきますしたの。リカ。いやんで。大丈夫？大丈夫？大丈夫。スプーンとフォーク一緒に使うの？両方使うの？スプーンだけ？たーちゃん、どうぞって言ったよ。どうぞって言った？うん、誰が言ったの？たーちゃん、どうぞって言った。本当？今日はね、お知らせと言いつつ、もう子供の料理に関してすっごい語ってしまったんですけども、本当にね、楽しいですよ。新しい試みで、他のね、チャンネルの方いないんですよね。親子で料理を作ってるっていうのがなくて、なんかね、子供だけが作ってるとか、大人が作ってるっていうのはあるんですけど、2歳児と一緒に作っているっていうものはないんですよ。なので、ちょっとやってみたいなと思ったんです。ただやっぱりもう最後だから言います、めちゃめちゃ大変です。めちゃめちゃ大変っていうのは何かっていうと、子供が作れそうなレシピをまず考えないといけないですね。レシピっていうか、まあ、レシピはあるんだけども、このレシピで子供が作れるっていうところあるのかな。そして子供が材料を切ったりとか、あとは材料をね、こう葉っぱをむしったりとか、そういう子供ができる作業ってあるのかな、あとは子供自身が楽しめるのかなとか、そういう要素をレシピの中から見つけないといけないと。今までは、あ、作れるからいいやみたいな感じだったんですけど、そこをベースに作らないといけないし、いざ作り始めたら突拍子もないことをし始めるんで、想像と違うようなことが始まって、ちょっとあーってなってしまうっていうね。なんかもう何もかもが新しい体験ですので、多分最初のね、3ヶ月4ヶ月間ぐらいはそんな動画が流れると思いますけども、少しずつ慣れたらですね、動画の内容もちょっと変わっていきながら皆さんにお伝えできると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。では今日はここら辺にしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくね。